大学建託の入居審査の期間はどれぐらいか。これ結論言うと3日から4日で審査は通ります。まず押さえておきたいポイントは、審査をする保証会社は大東建託のグループ会社のハウスリーブというところです。このハウスリーブが基本的には入居審査をするんですけれども、もし3日から4日入居審査の結果が届かない場合は2つの漏れがある可能性があります。まず1つ目は、大東建託が定休日や臨時休業がある時に申し込みを入れたことによって単純に会社内での審査が滞っているケースというのが1つ。そして2つ目は、申し込み書類に不備があったり必要な提出物を申し込み者が提出ができていないパターンです。前者に関しては相手都合なんですけれども、後者に関しては申し込み者の都合のため、どちらの要因で審査が止まっているのかというのを遅いなと感じた段階で確認するようにしてみてください。ただしここで1点注意点です。間に入っている不動産仲介会社の担当者が仕事ができない場合、ここで情報が止まっていることがたまにあります。なので順番としては、まず仲介会社に審査の状況を確認するようにしてみてください。10日以上経っても審査結果が届かない場合は、確実にどこかでその審査結果が止まっている可能性があります。ぜひ確認するようにしてみてください。以上です。